皆さんこんにちは、マイナビ出版の相場と申します。今日は詰将棋の歴史についてお話ししていきたいと思います。この動画でお話しすることは次の通りです。まずは黎明期の詰将棋についてお話しし、次に江戸時代の三大作家についてお話しします。その後、詰将棋は衰退期を経て昭和以降に再興していくことになります。こうした歴史的な流れをお話ししていければと思うんですが、基本的に詰将棋の技術的なところにはあまり触れずに、価値観の変遷のようなものが中心として伝わるようにお伝えできればと思っております。まず黎明期の詰将棋です。詰将棋が最初に文献に登場するのは1602年のことです。初代大橋宗桂という人が将棋作り物というタイトルで天皇に献上した図式集が残されています。大橋宗桂は初代の名人で、織田信長、豊臣秀吉、徳川家康に仕えたと言わされています。宗桂という名前も、信長からお前は桂の使い方がうまいから宗桂と名乗るようにと言われたというエピソードが残っています。もっともこれは後世に創作されたエピソードだという話もあります。まずは作品を見てみましょう。こちらは将棋作り物の第1番なので、正真正銘資料が残っている最古の詰将棋ということになります。基本的には実戦形から実戦的に手が続いて、なんとなく詰め上がるという感じになります。今の目で見て詰将棋らしいと言える手は角を捨てる手ぐらいでしょうか。このように最初期の詰将棋はあまり面白さを求めてはいません。あくまで修行用の練習問題として作られているわけですね。それはある意味では当たり前だとも言えます。例えば漢字の書き取りとか、別に面白くもなんともないですが、漢字を覚えるという意味があってやってるわけですよね。だから詰将棋にも終盤の手筋を覚えるための意味合いが強くて、面白さを求めるという発想は当初なかったわけです。宗桂の功績としては、歴代名人が詰将棋を幕府に献上するという慣習を作ったことです。幕府に献上と言いますが、詰将棋献上されても幕府も困るんじゃないかと思うかもしれません。ですが当時は歴代将軍も大体囲碁や将棋が好きということもあって、結構喜ばれていたようです。例えば10代将軍の徳川家治なんかは、なんなら逆に自分で詰将棋を作ってですね、図式集100番をまとめていたりします。この献上図式の習慣により、次に周囲する名人はやはり先代よりもいいものを残そうとしますから、これにより江戸時代に詰将棋は飛躍的に進歩することになりました。そんな中、最初の数十年くらいの間に早くも最初の価値転換が起こり始めました。いかにも遊んでいるという趣の詰将棋が作られるようになってきたのです。例を見てみましょう。これは5代大橋宗桂の1669年の作品ですが、序盤の方はちょっと飛ばしまして、中盤以降の手順を見てください。ここからなんですが、こう金を打って以降、歩の階段を金が上がっていく手順になっているのがわかるでしょうか。こうやって積み上がります。これって練習としてはあんまり意味ないんですよ。こんな歩の階段は実戦に現れないですし、また読みの練習としても最初の金打ってしまえばほとんど省略できるような手順になっていますけれど、なんとなくここまで遊んでいるなという感じが伝わるのではないかと思います。こうした作品を詰将棋作家で小図式研究家の門脇義雄さんは、遊戯的な作品の誕生として分析しています。このように遊びの場として実践からかけ離れた、いかにも人工的な配置、人工的な手順というものが施行されるようになっていったのが江戸時代の詰将棋でした。このような遊びの手順を試行錯誤と呼んでいます。なので詰将棋ってどこかマニアックなイメージをお持ちになっているという方も多いのではないかと思いますが、それは実は詰将棋の最初期からそういう兆候があって、練習問題で良しとする文化から、あっという間にいかに創意を見せるか、新しいものを作るかという文化になっていったという事情があるわけです。そうした江戸時代の達成として3人の作家をここでは取り上げます。まずは伊藤宗観。彼が1734年に献上した図式集は将棋無双と呼ばれています。宗観は歴代名人の中でも将棋がかなり強かったと言われています。詰将棋も宗観の読みの深さを示した難解で力強く豪快な作品となっています。
例えば将棋無双の1番を見てみましょう。これは関東の作品ということもあって、将棋無双の中ではかなり短い11手詰めです。ある意味ご挨拶代わりというような作品とも言えます。しかしこの11手詰め、詰まそうとするとめちゃくちゃ難しいんですね。一手ごとに膨大な変化が潜んでいて、全部読み切るにはものすごい力が必要です。主な変化だけこちらにピックアップしてみました。ごちゃっと文字が並んでますけども、最低でもこれだけの変化を全部読み切らないと、わずか11手詰めが解けないという作りになっているわけです。実は11手詰めなんですが、詰ますためには17手ぐらい読み切らなきゃいけない変化もあったりします。これはまあ当時の詰将棋の考え方として、そういう変化も許容されててという背景があります。こうしたことからは将棋無双の難解さの一端が垣間見えると思います。今は11手詰めの短編だったんですが、長編となりますとその難解さがさらに凶暴になります。宗翰の代表作である将棋無双30番を見てみましょう。はい、この形から冒頭4手かけて、このように金を押し売りします。この4手がかなり難しいんですね。一手ごとに取る変化、逃げる変化などいろいろ読まなくてはいけません。それだけ苦労して読んだところで、なぜ金を捨てるのかというのがはっきりするのは実に40手近く後のことになります。ここでわーっとこのように進んでいって、この馬の移動、この馬の移動をするために序盤で邪魔な金を消しておく必要があるという潜伏期間の長い伏線になっているわけです。ちなみに本作はこの後もわーっと並べますと、今みたいな伏線を入れながら左右で馬による思考手順を演じつつ、最後は左右対称形で積み上がるという格調の高い作品でした。こうした将棋無双の難解さは、詰将棋かくあるべきという規範として後世に影響を与えました。続いて時系列的には微妙なのですが、来島喜内という人物を取り上げます。この人は詰将棋と数学の掛け合わせという可能性を示した人物です。来島喜内は江戸時代の和算家で、関隆一などと並んで三大和算家に数えられることもあります。性格は破滅型の天才といったタイプで、借金をして酒を飲みながら独自のひらめきで数学を発展させました。しかし自分の成果物には興味がないので、研究成果を書いた紙をカゴの穴ふさぎに使ってしまうというようなこともあったといいます。ということで喜内の研究成果は体系的には残っていないのですが、喜内の優秀さを物語るエピソードとして、スイスの大数学者オイラが考えたとされるファイ関数という関数をオイラより前に明らかに知って使っていたとしか考えられないような記述も残しています。そんな喜内の作品は、先ほどの門脇さん曰く頭で考えた詰将棋であることがすぐにわかる作りをしていると言います。頭で考えるってそれ当たり前じゃないのと思われるかもしれないので、実例を見てみたいと思います。来島喜内の詰将棋の作り方が端的に分かりやすい将棋妙案の第15番を見てみたいと思います。この作品は今6七にいる飛車を9七に動かせると詰むという仕掛けになっています。なのでそのために邪魔な2枚の角を捨てたいと思うはずです。すると角を捨てるために邪魔な飛車を捨てる手が必要であるということが分かります。手順を追ってみましょう。まずこう進んで飛車を捨てます。飛車を捨てるとさっきまで飛車がいたマスが開くので角を捨てられるようになります。遠くから捨てることで2枚とも捨てることができます。はい、これで角が2枚とも消えたので目的の9七飛車が回ることができます。以下積み上がりですね。このように A のために B、 B のために C というような手順の論理的な構造がめちゃくちゃはっきりとした作り方をしているのが特徴です。これが門脇さんの言う頭で考えた詰将棋ということです。こういう作り方が示されたことによって詰将棋が論理パズルになるという可能性が認識されるようになりました。こうした喜内の達成の一つが知恵の輪と呼ばれる作品群です。名前からしてパズルっぽいですよね。その中の馬知恵の輪という作品をお目にかけます。はい、こちらがその盤面なんですが、手順を見ていただくと、こ
をして、この辺から馬でぐるぐる追いかけ回せる仕組みになっていることがわかります。こうやってぐるぐる回っていくうちに、一周回るごとに次のステップに進むための鍵を開けていくという作りになっているんです。まず最初の一周ではこの桂を取ります。で、全く同じ理屈でもう一周して、二周目では手にした桂をここに打つことができます。で、まあ同銀なりと取りますね。で、もう一周するとさっき桂を捨てた効果でここで銀を取ることができます。で、また回ります。そうすると次の周回ではさっき取った銀をここに打つことができるようになっている。で、この銀を捨てて角を動かしたことによって次の一周で竜の動きが自由になるので、こうバッサリいくことができるようになります。この竜が活用できるとちょっとややこしいんですが、ここの合駒の綾は、銀を2枚取ることができて、次の周回で銀を2枚持っている時だけ成立する、こういう手が可能になって、で香車を打つことができます。これでもう王様の周回路は断たれたということになります。なのでこのループで積み上がりということになります。大きな枠としては、先ほどの作品将棋名案第15番と同じく単純な論理の積み重ねになっているということに注目してください。本作ではその積み重ねをループ手順の中に取り入れることで、まず第一に面白いパズルになっていますし、第二に長手数にわたって駒の運動を楽しむことができるようになっています。こうした機内の知恵の輪の発想がその後の長編詰将棋の可能性を切り開きました。江戸時代の作家の最後に伊藤寛寿を取り上げたいと思います。寛寿は正直今までの方々と比べても別格なところがあり、彼が残した作品はほとんど大パーツのような時代を超越したものが多いです。寛寿は先ほど出てきた宗寛の弟です。宗寛の後に名人になる予定でしたが、宗寛より早く亡くなってしまったため、名人に就位することなく献上図式だけは残されました。将棋図工と通称されるその図式集は、あまりの出来栄えに寛寿の才を恐れた幕府が寛寿を牢に閉じ込めたという逸話さえ残っています。まあ嘘の話らしいんですが、その作風は豪快な宗寛と対比して彼と称されることが多いです。先ほど大パーツと言いましたが、基本的に将棋図工の作品群がその後250年の詰将棋の方向性を決定づけたと言ってよく、しかも現在の視点で見てもそれぞれのジャンルで上位に位置されるような作品が多いんですね。図工の作品の中には趣向作、構想作、超長編といったさまざまなジャンルの優れた達成があり、どのジャンルを手掛ける作家にとっても将棋図工越えが至上命題としてのしかかるようになっていきました。寛寿の華麗な作風が一番よく現れていると思うのは趣向作なので、まずはこちら夏木立という作品を見ていきましょう。寛寿の功績の一つは序破急とでも言いましょうか、趣向作の趣向部分をより引き立たせるための前後の演出を洗練させ、趣向作の構成法を確立したことです。夏木立のメインとなる趣向は玉が斜めに1往復半するところです。まず寛寿の美学一つ目、助走で趣向の舞台を構築するというものがあります。本作でもこのように進んで、はい、こうなりまして銀2枚の階段を手順の中で作り上げました。これがここから先メインの趣向手順の骨格になります。先ほどの五代大橋宗桂が最初から歩の階段をずらっと並べていたことに比べると、やはりレベルが上がっているということがわかるかと思います。ここからメインの追い趣向が始まります。こうやってこの先ほどの銀の階段を軸にして玉が上がったり下がったりしていくという趣向ですね。ここもすごくいい手順なんですが、ざーっと飛ばしてしまいたいと思います。はい、こうやって1往復半しました。趣向が終わってここからは収束部分ですが、ここも寛寿が確立した美学で、趣向の骨格になっていた駒をさばいて片付けるというものがあります。先ほど構築してずっとこの手順を支えていた銀2枚をこういうふうに
捨て駒も交えて動かしてさばいてしまいます。これでさっぱりした積み上がりになりました。これって当たり前ですけどすごく難しいんですよ。けどこういう前後の演出が成功することによって作品全体の一体感が生まれて、そのことによって結局メインの思考手順の特別感が増し、感動が引き立つ効果があると言えます。他にも漢字が残した大パーツ的な作品を見ておきましょう。こちらは有名な煙詰めです。先手の玉を除いた39枚の駒、つまり詰め将棋で使える全ての駒が盤上に配置されています。これが下の図の詰め上がりの時には全て消えているというのが煙詰めの思考です。美しいですね。詰め将棋におけるさばきというのは捨て駒など相手に取らせる手順を良しとするわけです。煙詰めの場合、駒が消えているということは玉型に取られているということですから、つまり詰みに必要な2枚を除いた37枚の駒を相手に全て取らせているということになるわけです。ですからさばき手順の究極形ということができます。この思考も多くの人が追随しようと試みましたが、2号局が出るまでには199年の歳月を要することになります。次に超長編詰め将棋ことぶきです。これは仕組みを説明しようとすると難しくなってしまうのですが、先ほどの馬知恵の輪の構造を大幅に発展させたものだと考えると見通しが良くなるかもしれません。こちらでは先ほどの馬知恵の輪が馬で追っていたのに対し、竜で追っているというところが違うといえば違いますが、そこはそれほど本質的な違いではありません。こういう左右に玉を追うループをずっと繰り返していくという作品になります。馬知恵の輪との最大の違いは、馬知恵の輪が盤上の駒の状態を変えていくことでステップを進めていったのに対し、この作品は持ち駒変換という盤上の状態は変わらないまま持ち駒だけが変わっていくという仕組みを実現したことです。これは感覚的な説明になってしまうんですが、盤上の駒の状態で差をつけるよりも持ち駒の違いで差をつける作り方をした方がより局面の細やかな違いを表現しやすいです。そのことによってループ1周ごとに積みに近づいていくその幅を小さくすることができ、そのことによって本作では実に12回転もの竜追いが必要になり、記録的な超長手数が実現したというわけです。こういう構想をどうやって当時思いつくことができたのか全く驚くばかりです。この作品の手数を超える長編が現れるまでにもやはり200年の時間が必要でした。ちなみに本作は2022年の現在でも歴代22番目の長手数作品に位置しています。こうして将棋図工で最盛期を迎えた江戸時代の詰め将棋は、その後いくつか注目すべき作品も生み出されつつ、全体としては衰退に向かっていきました。同じ時代に漢字のような天才が現れたら、それに対抗して自分でも作ってみようというような気持ちにはなりづらいということはなんとなく想像がつきます。旧世名人の大橋宗栄は長く続いた献上図式を廃止してしまいます。これは漢字を超えられないと諦めたからという説もありますし、あるいは詰め将棋ならアマチュアでも作れるじゃないかというようなことを言ったとも伝えられています。ここから詰め将棋の主役はアマチュアに移っていきます。衰退期と言っていますが、単に記録に残っていないだけで詰め将棋の火が消えていたわけではありません。献上図式というのはやはり政府に提出された公文書ですから、きちんと保存されて研究されていますし、現在でも国立公文書館などで見ることができます。一方、民間の詰め将棋はあまり形として残る仕組みがしっかりしていませんでした。しかし、現在でも初心者向き詰め将棋として紹介される詰め将棋の多くが、実はこの頃に成立しました。幕末にまとめられた町酔いという本は、そうした作品を集めたものです。この簡素な実践系詰め将棋は見たことがあるという方も多いのではないでしょうか。また、大正時代の終わり頃には、もう一つの大衆的な流れとして、大道詰め将棋という文化が現れてきました。これは路上で繰り広げられていた軽賭博の一種で、お客さんに詰め将棋を出題し、お金を払って挑戦した客が詰め将棋を解けたらタバコなどの景品がもらえるというものでした。献上図式とはある意味真逆の少しお行儀の悪い世界とも言えます。その分怪しい魅力に満ち溢れています。ちょっと入り口としてこちら右側の図をご覧ください。一見して簡単に詰みそうな形なのがまずはミソです。大道詰め将棋のおじさんも立ち止まっているお客さんをどんどん煽っていくわけです。ほら見てごらんよ、1枚でも怖い飛車がお客さん2枚もあるじゃないか、
こちらのおさんはもう一歩も動けないときた。しかもおまけに銀もあげちゃう。これで詰まさなかったら男じゃないよ。みたいなことを言って、お客さんに巧みに駒を握らせるわけですね。しかしこの局面、手を出してみると意外と難しかったりします。もっとも本作は客寄せなので、これでお金を取ろうとは思ってない作品なんですが、それでもちょっとした罠があります。まあ、銀を、まあ、お客さんは手渡されたんでこう打ってみますね。そうするとこうやって一個引けるわけです。ここで結構多くのお客さんが銀を使ってこう空き王手してみると。これで詰みかなと思わせといて、この銀が飛車を取るという手があって、この局面は詰まないわけです。で、ここではちょっといい手の飛車回りで捨て駒をして、相手の銀を動かしておくという手が必要なんですね。これで積み上がります。最初のイメージよりは結構難しい手順だなということがお分かりになるんじゃないでしょうか。このようにですね、手をつけやすいものを出していると、次第に人だかりができてきます。中には解いて景品を手に入れる人も出てきます。そうして場が温まってきたところで本ネタを出すわけです。こちらの作品は、後世になってオマージュとして作られた作品ですが、分かりやすい例として加藤哲さんの大戸詰将棋をご紹介します。先ほどの構図と一見してかなり似ているように見えますね。同じような筋で詰むのでしょうか。集まったお客さんたちは我先にと手を伸ばします。しかしなかなかこれが詰まない。実は本作こんな風に展開していってですね、積むまでに実に97手もかかるんですね。盤面をいっぱいに覆い回してようやく積みです。持ち駒が余るんですが、大道詰め将棋というのは積めばいいというふうにされているので、これは夜詰めとかではありません。とにかくこうやって積むことは積みますから、詐欺ではないわけです。簡単そうだと思って手を出した方が悪いということですね。こうして大道詰め将棋屋さんは大儲けしていました。この大道詰め将棋は昭和の終わり頃には大体なくなってしまいました。先ほど軽賭博の一種だというふうに言ったように、いろいろ法律的に難しいところがあるからです。とはいえ、大道詰将棋の作品が持っていた怪しい魅力自体は今もマニアを引きつけていて研究が続けられています。さて、詰将棋はこのように地下で生き続けていましたが、徐々に詰将棋の発表の場となる雑誌が創刊されてきます。将棋月報というのは大正時代に創刊された雑誌です。こちらに紹介した図は大正15年に発表された塚田銀奈美さんの作品です。実はこの方、当時12歳だった後の塚田正夫名誉十段です。デビュー作にして63手詰めという力作で、12歳の発想とは思えません。おそらく最近で言うと、藤井竜王が小学生にして詰将棋界に鮮烈なデビューを飾った時のような衝撃が当時もあったんだろうと考えられます。また戦後になると詰将棋パラダイスや近代将棋といった雑誌の創刊が続きます。こうして作品発表の場、議論のフォーラムが整えられていくことで、詰将棋は再度飛躍的な発展を始めることになります。